こんにちはヒューガヨイチですそれでは今回も、えー、デボーションをシェアということで「マルコの福音書15章」を読んでいきたいと思います。夜が明けるとすぐに最首長たちは長老たちや立法学者たちと最高法院で協議を行ってからイエスを縛って連れ出しピラトに引き渡した。 ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王なのかイエスは答えられた。あなたがそう言っています。そこで最主張たちは多くのことでイエスを訴えた。ピラトは再びイエスに尋ねた。何も答えないのか見なさい。彼らはあんなにまであなたを訴えているが。しかし、 イエスはもはや何も答えようとされなかったそれにはピラトも驚いたところでピラトは祭りのたびに人々の願う囚人一人を釈放していたそこにバラバという者がいて暴動で人殺しをした暴徒たちと共に牢につながれていた群衆が登ってきていつものようにしてもらうことを ピラトに要求し始めた。そこでピラトは彼らに答えた。お前たちはユダヤ人の王を釈放してほしいのかピラトは、再首長たちが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのである。しかし、再首長たちは、むしろバラバを釈放してもらうように、群衆を先導した。 そこでピラトは再び答えた。では、お前たちがユダヤ人の王と呼ぶあの人を私にどうしてほしいのか。すると彼らはまたも叫んだ。十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あの人がどんな悪いことをしたのか。しかし彼らはますます激しく叫び続けた。十字架につけろ。 それで、ピラトは群衆を満足させようと思い、バラバを釈放し、イエスは無知で撃ってから、十字架につけるために引き渡した。兵士たちはイエスを中庭に、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そして、イエスに紫の衣を着せ、 茨の冠を編んでかぶらせ。それから、ユダヤ人の王様、万歳、と叫んで敬礼し始めた。また、足の棒でイエスの頭を叩き、唾をかけ、ひざまずいて拝んだ。彼らはイエスをからかってから、紫の衣を脱がせて、元の衣を着せた。それから、 イエスを十字架につけるために連れ出した兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた彼はアレクサンドロとルフォスの父で田舎から来ていた彼らはイエスをゴルゴタというところ訳すとドクロの場所 に連れて行った彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒を与えようとしたがイエスはお受けにならなかったそれから彼らはイエスを十字架につけたそしてくじを引いて誰が何を取るかを決めイエスの衣を分けた彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった イエスの罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。彼らはイエスと一緒に二人の強盗を一人は右に一人は左に十字架につけた。通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。おい、神殿を壊して三日で建てる人よ。十字架から降りてきて 自分を救ってみろ。同じように、再首長たちも、立法学者たちと一緒になって、代わる代わるイエスをあざけって言った。他人は救ったが、自分は救えない。キリスト、イスラエルの王に、今、十字架から降りてもらおう。それを見たら信じよう。また、一緒に十字架につけられていた者たちも、 イエスを罵った。さて12時になった時闇が全地を覆い午後3時まで続いたそして3時にイエスは大声で叫ばれたエロイエロイレマサバクタニ訳すと我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である ばに立っていた人たちの何人かがこれを聞いていった。ほら、エリアを呼んでいる。すると、一人が駆け寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて、足の棒につけ、待て、エリアがおろしに来るか見てみよう。と言って、イエスに飲ませようとした。しかし、イエスは大声を上げて、息を引き取られた。すると、 神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見ていった。この方は本当に神の子であった。女たちも遠くから見ていたが、その中にはマグダラのマリアと、小ヤコブとヨセの母マリアと、サロメがいた。 イエスがガリラヤにおられた時にイエスに従って仕えていた人たちであったこの他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいたさてすでに夕方になっていたその日は備えの日すなわち安息日の前日であったのでアリマタヤ出身のヨセフは勇気を出してピラトのところに行き イエスの体の下げ渡しを願い出た。ヨセフは有力な議員で、自らも神の国を待ち望んでいた。ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いた。そして百人隊長を呼び、イエスがすでに死んだのかどうか尋ねた。百人隊長に確認すると、ピラトはイエスの遺体をヨセフに下げ渡した。 ヨセフは天布を買いイエスを下ろして天布で包み岩を掘って作った墓に収めたそして墓の入り口には石を転がしておいたマグダラのマリアとヨセの母マリアはイエスがどこに収められるかよく見ていたはいということで、えーまあ、イエス様の十字架 の姿が中心に描かれている15章になります。15章では、まず1節から15節までですね、これピラトの前でのイエス様の姿になります。そして、ここでピラトが十字架につける権威を持っていましたので、バラバの代わりに 十字架にイエス様をつけるという決断が行われる箇所です。そして、16節から20節までは、このローマの舞台によるイエス様の恥ずかしめというか苦しめ、苦しみですね。そして21節から、 のところがまあ十字架の箇所になりますけれど21節からそして37節までがまあ十字架の十字架形の様子ですねが描かれていますそして十八節からはまあイエス様の38節からまあ47節まではイエス様の死と埋葬ということになります まあ一番重要な章のうちの一つだということができますね。イエス様の十字架上での苦しみ。私たちのためにこの苦しみを身代わりになって受けられたイエス様の姿。まあ、特に我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。と大声で叫ばれるイエス様の姿。まあこれは全てのまあ 人類の罪この世界中の罪がイエス様に課せられイエス様と神様との交わりが立たれたそのように理解することができるわけです三位一体の、えー 父なる神、子なるキリスト、精霊なる神は、決して永遠に引き離されることはないわけですけれど、肉におけるイエス様の意識の中で、この時神様に見捨てられたというふうに感じられた、その苦痛を味われたというふうに理解することができるわけです。 そして38節、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。神と人とを隔てていた罪の壁が取り去られたというふうにこれを捉えることができるわけです。そしてイエス様の,イエス様の正面に立っていた百人隊長がイエ,スのイエス様が息を引き取られる様子を見てこの方は本当に神の子であった。 ここには記録されていないですけれど、ルカの福音書によれば、この自分を苦しめている罪人たちの許しを願っておられるイエス様の祈りというのも十字架上で語られ、また、隣に十字架につけられていた盗人の一人、改心した盗人の一人を許す、天国の約束を与える、そしてヨハネの福音書では、 ヨハネに、まあ、自分の母を委ねるという、えー、そのような姿もあるわけです。でこの百人隊長は、まあ、このイエス様の十字架系の責任者であったと考えられますけれどイエス様の十字架上でのその姿態度、まあ、それだけを見た。 まあそれ以外に見,見ていなかったかというとそれは分からないですけれどでもこのイエス様の十字架のこの正面に立っていたこの人が改心しているわけですよね神の子であったイエス様を神の子として認め、まあしまあ、信仰を持ったかどうかまでははっきりとは記されてないですけれど そのイエス様の姿姿はは、まあ、人間ででありえない姿だったわけですね、まあ、イエス様の苦しみ、まあ、私たちはそれを、まあ、パンを食べ杯を取ることにと晩餐式の中で思い出しますけれどこの御言葉「まあ、福音書」のこの十字架の箇所を通しても私たちはそのことをもう一度思わされるわけです。 この十字架によって創世記の三章で犯された罪、まあ、その時から面々と続いてきた人間の堕落とそして罪による滅びそれが打ち壊されたということが言えるわけです、まあ、この3日,前に3日後に、まあ、明日読みますけれど、まあ、復活によって死を滅ぼしたというふうに理解することができますけれど この十字架によって、まあ、この私たちを訴えるサタンの訴えを全て無効にされたという、まあ、この偉大な贖いの技が成し遂げられたわけです、まあ、本当に私たちがかからなければならなかった私たちが苦しまなければならなかったその十字架の苦しみをイエス様が 私たちを愛するがゆえに代わりに受けてくださったことを今朝も覚えこの感動を胸に日々生きるものでありたいということを思わされますありがとうという思いとごめんなさいという思いを持ってイエス様に本当に感謝と喜びを持って使える一日を過ごさせ いいいたただきたいとということを思わされまますすでは祈ります天皇お父様イエス様が苦しまれたその苦しみそれを私たちは本当に想像を絶する私たちの想像を超える苦しみですけれどこのように御言葉を通してその姿を教えてくださることをありがとうございます。 私たちも主の見足の後に従って自分の十字架を背負い自分を捨ててイエス様に従うことができるように私たちをこんなにも愛してくださるイエス様を心から愛する者となることができるように助けていてくださいイエス様のお名前を通してお祈りします。あメン。 それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。